はい、ただいまいわき市役所前です。いわき市役所内の原子力災害対策課で、空間線量計をお借りしてきました。いわき市内を測定するということで、本来だったら、市民の方しかお借りできないものを特別にお借りしてきました。これが、線量計です。ちょっと箱を開けてみましょう。なんかこんな感じですね。非常にシンプルです。でそして、返却時に、一緒に、これを、ですね、放射線量測定結果報告書、それと、記録用紙、これは控えになります。こちらが提出用です。それと、まあ、取説みたいなもの、それが一通り、これが大体の目安ということだそうです。で、やはり福島第二原発まで行けるそうなので、行けるところまで、これから行ってみたいと思います。関西から撮影に来たんですよ。とりあえずここまでだと思ってたんで、はい、この辺ちょっと撮らせてもらっていいですか？ちょっと待ってください。はい、雑誌だとか新聞だとかそういったの取材って形ですか？いや、個人的にジャーナリストなんで、はい、今ここがどういう状況になってるのかっていうのを伝えるために撮りに来たんですよ。まあ、今こんな感じで撮ってるんで、左にちょっと入ってもらって。わかりました。じゃあ、おいで。楽しいな。新しいルートに変更します。この先、はい、実際の航空規制、はい、ここは封鎖区域です。通行禁止の封鎖区域になっております。警備に当たっているのは埼玉県警だそうです。撮影するにあたり、身分証の提示、それから連絡先、すべて控えられました。ちなみにここの空間線量、除染してますね。
です。